はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、太ももの付け根に隙間を作りたい人におすすめのエクササイズを紹介します。まあ今までにですね、足パカとか、こういうね、足パカとか、あとはフロアアダクション、こういう感じでね、内転筋を鍛えるエクササイズがあるんですけども、まあ要は太ももの付け根に隙間作るには内転筋がポイントになってきます。ですが今の2種目は内転筋でも1個だけの内転筋を使う種目になります。内転筋というのは3つありまして、小内転筋、短内転筋、大内転筋、これ3つありまして、今の2種目では1個しか使えません。で今回はですね、でーん、こういったちっちゃいボール、まあ、ゴムのねボールなんですけども、これを使って内転筋3つとも鍛えちゃいましょうっていう簡単なエクササイズになります。なので足パカとか今までやったことがある人もいると思うんですけども、内ももの付け根に隙間を作るには、まあ、このボールを使って今からやるエクササイズが一番おすすめです。ではやってみます。はい、とっても簡単です。寝っ転がってボールを足に挟みます。この挟む位置なんですけども、できるだけ根元の方がいいです。太ももの付け根の方に挟んでもらって、足はボールの幅にしてもらって、これでしっかりね、ぐーっと10秒から20秒ぎゅーっと潰した後に、そこから反復運動をします。10回から20回で、この時も強くして挟むんですけども、一気に緩めない。緩める時も軽く緩めていきます。要はできるだけボールを少し潰した状態でグッグッグッといきます。一回ずつはボールをね、緩めない方がいいです。ぎゅーっと10秒から20秒潰した後に反復します。4、5、6、7、8、9、10という感じです。この時にできればですね、お尻もしっかり締めた状態で、まあ、回数なんですけども、3セットとかでは結構疲れないんで、よく効果的に言われている状態っていうのは、使っている部分が熱くなるぐらいしろとよく言われております。なんでぐーっと10秒から20秒潰して反復をする。終わったらまたぎゅーっと潰してまた反復をするという感じでですね、やってもらったらよろしいかと思います。はい、お疲れでした。まあ、足パカとかもね、足がしっかり広がる人は可動域が広いんで鍛えられますけど、硬い人は広がらないですし、あとは、まあ、フロアアダクション、さっきやったね、寝っ転がってこうやって足を上げるやつ、これも効くんですけども、これも結構回数しないといけないですし、要は負荷が足首に重りでもつければいいんですけども、今みたいに重りがなかったら結構回数しないと熱くなるようになりません。なのでこういったボールを使うと負荷を上げれますんで、力がつけばつくほど潰す力も強くなりますし、しっかりこの方がね、鍛えられます。なのでぐーっと10秒から20秒潰した後に反復をするっていうのを、太ももの内側が熱くなるまで頑張ってください。まあ、それは早い遅いあると思うんですけども、まあ、しっかりね、熱くなったな、痺れたなっていう感じぐらいまでやってもらったら、まあ、次の日ね、割と歩きにくい感じになって、ちょっとガリ股になっちゃいますけどね、足閉じる力がもうないんでガリ股になっちゃいますけど、まあ、それでもね、だんだんと足閉じるのが楽になってきますんで、まあ、例えば足の重心が外側にかかっちゃってる人とかね、そういった方は O脚になりますし、そういった改善にもね、内転筋を鍛えるのはとっておきなエクササイズになります。ということで、今回太ももの付け根に隙間作りたいよっていうエクササイズの紹介でした。チャンネル登録してない方はよかったらよろしくお願いします。で、太もも痩せにね関するブログ説明欄に貼ってますんで、よかったらそちらの方もご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとコメント待ってます。